礼拝唱詩詩編133編をお読みいたします。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された。祝福と常しえの命を。お差し支えある方はそのままで結構でございます。お立ちいただきまして、新聖歌8番をもって共に主を賛美いたします。ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは修法の裏側に印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。おかけください。
そのままでご一緒に新聖歌447番をもって共に主を賛美いたします。一緒に講読をいたします。講読文9番新聖歌937ページでございます。新聖歌937ページ講読文9番詩編第27編からの抜粋というところでございます。司会者が細い字のところを読みいたしますので、皆様はご一緒に太い字のところをお読みください。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の上で、私は誰の前に物のことがあろう。災難の者が迫り、私の身を送り尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそ、かえって喜び倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命の悪くなり主の名に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。また何の日には必ず主は私を叶えるようにしません。幕屋の奥深くに隠してくださる。今の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で権威を支え、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主を呼び求める私の声を聞き、おまえで私に答えてください。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたの仕事を主に受けないでください。あなたは私の助け、いずれの神を私を叶えないでください。見つけないでください。主よ、あなたの道を示し、穏やかな道に導いてください。主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。この礼拝のためのお祈りを司会者がさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、天候の目まぐるしく変わる冬の季節ですが、今日は寒いながらも爽やかな聖日を備えてくださり、私たちを礼拝堂に呼び集めてくださいましたこと、ありがとうございます。今朝方、衝撃的なニュースが飛び込んでまいりましたが、私たちの心はおののいております。こんな時にも希望は唯一イエス様にあることを信じますから、どうか私たちの嘆きを聞いてください。本日メッセージを取り次いでくださる後藤神学生を聖霊で満たし、ますます力強く御言葉が語られますよう尊くお持ちください。このご奉仕を通じて神学生の学びがますます祝福されますように導いてください。この礼拝において私たちはイエス様が制定された聖餐式の恵みに預かろうとしております。イエス様ご自身が振る舞ってくださるパンとブドウ酒を通じて、私たちの体にも救いの御業をしっかりと諭してください。御言葉と聖霊典によって執り行われるこの礼拝、その恵みを私たちがしっかりと受け取ることができますように、心も体も整えてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。そのままでご一緒に使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は修法の裏側に印刷されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につかれ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご一緒に新聖歌109番を持って共に主を賛美いたします。どうよ、いしが主よ。
聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書7章36節から50節まででございます。新共同訳聖書後ろの方の新約聖書116ページでございます。新約聖書116ページ、ルカによる福音書7章36節から。罪深い女を許すと題された箇所でございます。お読みいたします。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスは、その通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと言われた。本日は許されたことを示すと題しまして、後藤神学生にメッセージを取り継いでいただきます。おはようございます。おはようございます。初めに一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。2月でまだ寒い時期ですけれども、私たちの霊肉ともに支えてくださり、信仰を守ってくださり感謝いたします。またこのようにして今朝もこの礼拝の場に来ることができたことを感謝いたします。今から御言葉を聞きますけれども、主がどうかこの語るもの、また聞く一人一人を清めてくださり、必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。最初から最後までどうか導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日から2月に入りました。2月1日です。
まだまだ寒い日が続くと思いますけれども、あと1ヶ月したら3月ですね。もうすぐ春が来ますので、それまで皆さんが体調を守られるようにお祈りしたいと思います。今日のテーマであるルカによる福音書ですけれども、このルカによる福音書は神の愛と罪の許しが中核となっている書だと言われています。ルカによる福音書を読みますと、イエス様は病人を癒し、また罪人と呼ばれる人々、ザーカイや放蕩息子など多くの場面で世間から嫌われている人たちを愛されました。反面、祭司長、また律法学者、パリサイ派の人々を厳しく叱り、でも彼らを愛し、十字架にかかるその時まで一人でも多くの人が信じ、また救われるように宣教をされました。福音書を読んでおりますと、本当に信じるとは神様の平安の中に新しく生きることだと感じます。今日はこの中から許されたことを示すと出してメッセージをさせていただきます。今日はこの聖書箇所からファリサイ派のシモンという方と、罪深い女という2人の人物が登場いたします。あるファリサイ派の、シモンという方のお家でイエス様は食事に招待された場面です。このシモンはファリサイ派に属する律法を守るということでとても熱心な方でした。福音書においてファリサイ派の人がイエスに一緒に食事をしてほしいとその招待をすることは、そういう実例は何度もありました。11章37節にはパリサイ派の家で食事に招待され、また14章には安息日の食事にパリサイ派のある議員のお家にイエス様は招かれたと書かれてあります。もちろんその都度イエス様は一人ではなく律法の専門家たちと何人かと同席をしています。彼らの食事のマナーは実はとても面白いんです。日本では食事のマナー、なんとかのマナー、いろいろマナーがあると思いますけれども、ここの聖書に書かれてある食事の席に使えたというこの言葉には、実はギリシャ語には横たわったという意味が含まれています。とても面白いのは、椅子に座ってただ食べるだけではなく、左肘をついて体を支え、そして体を横にして足は斜め候補に投げ出している、そういう体勢です。とてもリラックスしながら食事をされていたそうです。ですから後ろからどんなに召使いが紛れても、また罪深い女が客の足元に容易に近づくということは可能なんです。招かざる客まで侵入してくるということはありえなかったようでも、ありえないことではなかったそうです。このファリサイ派のお家に罪深き女とされる一人の女性が現れます。この36節からは第一のハプニングが起こります。この女性は身分の低いその町で有名な娼婦でありました。多くの罪を許されたとあることから、自分自身が罪にまみれた生活をしている、そういった女性です。彼女はイエス様がファリサイ派の家で食事についているということを知り、人目など気にせず、娼婦であったと言われている女性だけれども、イエス様に捧げるために食事の席に行きました。大勢の人々の中で彼女はある行動をしました。37節をお読みします。氷の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらの足を涙で拭い始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して氷を塗った。マタイやマルコにはイエス様の頭に氷を注いだって書いてあります。でもルカは
足に注いだと書いてあります。言っています。で、彼女はイエス様の頭に本当は香油を塗りたかったと思ったでしょう。ですけれども、その香油の壺に入った香油を持ちながら身元の足のどこまで近くまで来たんですけれども、部屋に入るなり、やはり食事をしているイエス様の頭の上から手を出すわけにはいかないんです。ですから後ろの方にひざまずき、イエス様を見ると涙があふれ出てきました。そのあふれる涙でイエス様の足を濡らし、人前であるにもかかわらず髪の毛をほどき、その髪の毛で涙を拭い、心を込めて口づけをし、その上に香油を注ぎかけました。当時サンダルを履いている方が多いんですけれども、それでも足に砂がついて汚れている、ほこりまみれになった、その汚い、あまりきれいではないその足をきれいにするということは奴隷がする仕事でした。また男性の前で女性がこのかぶり物を脱いでまとまっている髪をほどくということは恥ずべきことでした。39節にこのような言葉があります。この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと心の中で思った。イエス様を招待したファリサイ人はこの出来事を見て心の中でそう思うのも当然なんです。ユダヤ教の律法によりますと、罪人に触れた者はその人は汚れるとされ、汚れた者とされて一定期間隔離されて生活しなければならないという掟があります。ですからシモンはパリサイ派ですから、自分を汚れているそういう人と接触するのは嫌ですし、自分を汚れさせる人々と接触することを常に避けていました。そのためイエス様自身が罪人と接触されたということに驚きを覚えたんです。シモンの心密かに思うすべてのことを知っておられるイエス様の前で弟子やまた律法学者、宰相たち誰一人心の思いを隠すことはできません。じっと見ながら心の中で密かに思っているこのパリサイ人、彼らに対しイエス様は分かりやすく例えを話されるんです。41節、ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2人は返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてあった。2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンはイエス様が触れている女性は罪深い女なのにと心の中でつぶやきました。そのシモンの愛の貧しさを知ったイエス様は一つの例えを用いて、借りのある人が許してもらったその許しの大きさを問題にします。そして多く許してもらった人はどのような人になるかを食事の席で見ることができたその一人の女性の姿で浮き彫りにするんです。イエス様は女性に多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかると言うんです。シモン自身パリサイ派に属していましたから、神殿の祭儀を守り、また行いをしっかりと果たしていると自分には自負していたでしょう。けれどもシモンは自分がどれだけ罪を許されたかを見失っていたんです。一方この女性はシモンとは異なり、自分が許されなければならない存在であるということを知っていました。イエスの足元にいる女性は今自分が持ち合わせている行為を惜しみなく捧げ、そして自分の涙で、自分の髪の毛で、自分の口でイエスの後ろから泣きながら捧げ物をしたんです。この行為は
金と同じ値打ちのある交友と言われており、どれほど長くイエス様の足に立たせたでしょうか。分かりませんが、その謙遜な彼女の行為にイエス様は喜ばれたんです。イエス様は精一杯の感謝を表したこの女性へ、あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと言われたんです。イエス様の心は人々から白い目で見られてきたそういう女性にも惜しみなく許し、また愛してくださるんです。この女性は高価な行為でイエス様に喜ばれました。イエス様は喜んでくださいました。イエス様はこう言われました。シモンに言われたんです。あなたは私にオリーブの油を塗ってくれなかったが、この女性は私の足に香油を塗ってくれた。あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は私の足を涙で濡らし、また髪の毛で拭ってくれた。接吻もしなかったが、この女性は接吻をしやまなかった。オリーブ油はとても安いんです。手頃でどこでも買える、すぐ手に入るオリーブです。この香油はナルドの香油と言われており、とても高価なものでした。イエス様はこの女性が精一杯捧げたその心を受け入れてくださったんです。同席の人たちは今まで罪を許す、罪まで許すこの人は一体何者だろうと言いました。自分たちの許しに少ししか受け取っていないファリサイ派の律法学者たちやとイエス様の言われたことがきっとわからなかったんです。なぜわからなかったんでしょうか。彼らは見かけは立派そうでしたが、自分自身を愛していました。娼婦の女性は、この女性は謙虚さと愛を示し、イエス様から彼女を見なさいとお褒めの言葉をいただきました。見かけで何かが用いられている、何かを得ようとしている、このパリサイ人たちにはそういうのがありましたけれども、多く愛されるというのは、この女性のようにイエス様のための痛みが、また女性のこの犠牲を行って表されたことです。後ろの方の箇所には、イエス様はパリサイ派や律法学者たちを、あなた方は白く塗った墓のようだと、とても非難をされています。中身は、外は汚い、きれいですけれども、中身はぐちゃぐちゃと。イエス様にとって外見よりも、外側よりも中身の方が大事なんです。女性、教養もないように見えるこの女性がイエス様を感動させたんです。そして彼女は莫大な祝福をイエス様から受け取ることができたんです。なんと彼女はこの聖書に書かれているように、永遠の時代において聖書に書かれ、そして信仰の模範者となったんです。イエス様は女性に、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと言われました。この安心していきなさいとは、平安の中に行きなさいという意味があります。これからは平安のうちに新しく生きなさいと言われたんです。私たちもイエス様に許され、イエス様と出会った時に罪という鎖から解放されて、許しによってイエス様のために、また私たちの犠牲を行いによって表すことができます。安心して生きなさいと言われた彼女、その後どうなったかは分かりません。でもきっとこの心に何ともいない喜びを抱いて新しく生き始めたと思われます。イエス様は彼女に、また今日私たちにも触れられて、主の恵みの中で安心して生きなさいと言われております。
私たちは彼女のように多く許されています。その許されたということをしっかりと感謝し、また互いに許し、そして愛し、それを示して証ししていきたいと思います。弱さや悲しみの中にあっても本当に感謝ができるというその信仰を与えられて、主の平安のうちにいることを覚えて今週も歩みたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。この女性のようにあなたはいつも愛してくださり、もう許してくださっていることをありがとうございます。どうか私たちが多く許されたことを覚えて、その許されたことをまた互いに許し、また愛し合い、またそして証しし、神様のその素晴らしさを伝えていくことができますように導いてください。また今朝のニュースでイスラム国に後藤健二さんが殺害されたとお聞きしました。本当に痛ましいニュースが私たちの耳に入りました。世界中の多くの方がその解放を願っておりましたけれども、今はとても悲しみで心がいっぱいです。どうか彼の所属している田園調布教会の上に、また彼の家族の上に、また私たち一人一人の上にも神様が慰めと平安を与えてくださいますようお願いいたします。また全世界で全国で今礼拝が行われると思いますけれども、その礼拝が行われている場所において主が共に臨在してくださり、満たしてくださり、今週も主によって支えられますようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。ただいま聖餐式を執り行います。バイサハオシの方々はどうぞ前の方にお越しください。式辞、ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血とに対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書の言葉、また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福してのしこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉、愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に免れています。いずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は共に陪参されますように。まだ信仰を告白しバプテスマを受けていない方々は、一日も早くバプテスマの恵みに預かり、この聖餐式に加わっていただきたいと心から願います。
お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリスト様が十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒とを祝福し聖別してください。御前に砕かれた心を持ってイエス・キリストの肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがイエス・キリストにあって一つであり互いに主の家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音に預かるものとなさしめてください。また洗礼を聞いていらっしゃらない方々はイエス様を信じて救いの恵みに預かり、どうぞ一日も早くこの恵みに加わり、祝福を与えられますように。弱さのためいろんな事情のために今日この礼拝においでになれない方々一人一人の上にも等しく主の恵みと祝福をお与えください。この祈りを尊き主イエスキリスト様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
一緒に新聖歌89番を持って共に主を賛美いたします。
献金をいたします。献金ご奉仕、梶原由衣姉妹、関口姉妹、村上姉妹、お願いいたします。献金はクリスチャンが感謝と献身の印に捧げているものでございます。ご用意のない方はどうぞやり過ごしてくださいませ。いただきまして、感謝のお祈りを梶原姉妹にお願いいたします。私たちが今後どのように受け取り過ごしていくべきなのか教えてください。お願いいたします。本日こと何か神学生から御言葉を受け取りました。どうぞこの御言葉を持ち、また新しい習慣も歩むことができますように、賛美に導いてください。今お捧げした献金はあなたの御用のために使いください。感謝してイエスのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。正英新聖歌63番を共に賛美した後、江上先生に祝祷をしていただきます。我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アーメン。2月の第1日曜日ですので、2月に誕生された方々、
受洗者なしと書いてありますが、もし他の教会で洗礼受けられた方々、2月に受けられた方がおられたらどうぞお立ちください。それから2月が結婚記念日、その他の記念日の方がありましたらどうぞその場にお立ちください。祝福のお祈りをいたします。別に人数が少ないからって申し訳ない、あなたに立つ必要はない。一人であろうが二人であろうが、2月は2月に生まれたということです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、一年で一番厳しい寒さのある月でありますけれども、この月に誕生された方々、本当に神様一人一人を誕生させてくださって、今日に至るまでお導きくださって心から感謝いたします。またこの2月の月にイエス様を信じて洗礼の記念日のある方々の上にありがとうございます。またこの2月の月、結婚の記念日、その他の記念日がある方々の上にありがとうございます。どうぞお一人お一人に祝福がありますように、ここに名前が挙げられた一人一人の上に神様の圧倒的な恵みと祝福が与えられますように、御言葉とご聖霊によってますます養われて、ますます肉体も祝福されて、神様の御前に守られて、この月もこの一年も歩むことができますように、お仕事の上に、学びの上に、ご家族一人一人の上に恵みがありますように、いつもイエス様が共にいて大丈夫、私があなたと共にいるからと主の御声を聞きながら歩ませてください。どうぞアブラハムに約束されたように、私はあなたを祝福のもといとすると、どうぞその信仰によってお一人お一人が多くの人々の祝福のもとい源となりますように、またイエス・キリストの救いにあふれて、キリストの香りを放つ器として、いつでもどこでも誰に対しても素晴らしい証人としてお持ちください。主の恵みが豊かに注がれますように、主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。一つ先にご報告しておきます。今週の2月4日の聖書の学びですけれども、いつもイザヤ書をしておりますが、今回はですね、カウタのりこ先生がおいでになるので、今恵泉塾というところで合をしておりますので、その恵泉塾の働き等をですね、ご報告していただくつもりでありますので、ぜひ、水曜日の10時からお越しくださって、一緒にご報告を聞いて祈りを捧げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは週報に沿ってご報告を申し上げます。本日はこれから午後役員会でございます。今週の予定ですが、6日金曜日が三浦綾子文学講座、7日土曜日教会学校のスケート会となっております。でその他予定ご報告者等は週報ご確認ください。1点追加がございまして、一番下のですね、来週の予定のところでございますけれども、2月10日に大石姉妹宅での家庭集会がございます。2月10日火曜日でございますので、覚えて、お備えください。他に皆様方の方からご報告ございますでしょうか。はい、礼拝部からでございます。週報の、真ん中のですね、下の方に、2月15日の、説教の、礼拝説教はですね、渡辺健二先生という方が、ご奉仕してくださいます。田代兄弟の、紹介で、この渡辺健二先生が、礼拝のメッセージをしてくださいますけども、第1礼拝、第2礼拝で、違うメッセージの、説教台でございますので、多くの方の出席を、お願いいたします。それと午後ですね、この渡辺健二先生がですね、自分で書いたこの心と心の伝道という、喜びの個人伝道の、セミナーをしてくださいます。この冊子をですね、田代教授が、返品してくださいますので、人数のちょっと調整を取りたいと思いますので、下の掲示板に出席してくれる方は、名簿を書いてありますので、お名前を書いてくださり、出席の方をよろしくお願いいたします。その後に、終わった後に、総年会の例会を行いたいと思いますので、大体2時間ぐらい、セミナーをしてその後になりますので、出席していただくようよろしくお願いいたします。
他に皆様方からご報告などございますでしょうか。それではこれにて礼拝を終わります。